にしますか。簡単にドラム演奏が楽しめるドラムマニアの遊び方をレクチャーするよ。これさえ覚えちゃえば君もミュージシャンだね。それじゃあドラムパッドを順番に叩いてみよう。まずはレフトシンバル、その調子。次はハイハット、その調子。次はスネア、その調子。次はハイタム、その調子。次はロータム、その調子。次はフロアタム、最後にライトシンバル、その調子。次は足元のペダルを踏んでみよう。まずはレフトペダル、その調子。次はバスペダル、その調子。いい感じ。次はタイミングの練習だよ。ノーツが流れてきたら判定ラインのタイミングで同じ色のパッドを叩いてね。それじゃあ実際にやってみよう。でも失敗すると減っちゃうんだ。ゲージが残った状態で最後まで演奏できればステージクリア。それじゃあ次はいよいよ演奏してみよう。好きな曲を選んでね。
らみついた。ルンルンルン、話す言葉はルンルンルン。腐っていた正論も常識も意味を持たないと仮にさよなら。引きこもり絶対じゃん、それも私だけの檻の中で引き越して、なんでこれの私の願い君に染まるまで。引きこもり絶対じゃん、それも私だけの檻の中で引き越して、なんでこれの私の願い君が包むだけ。もうもうもう時が来た今、アーティスト、ニューミュージック、何度を選んでも、ベーシック。アドバンス、ベーシック。引きこもり絶対じゃなく、それの私だけの檻の中で引き越して